今回は私たちが研究室で行っている研究の内容についてお話ししました。この新型コロナウイルスにどれぐらいの人が感染しているんだろうというようなことを、いわゆる迅速診断キットという方法ではなくて、もう少し、陰性、陽性をしっかりと区別できるようなシステムを研究室で立ち上げて、そのについて調べました。その結果、ほとんどの人が感染していないということが分かりました。また、このウイルスの、病原性ですね、どういうふうな病気を起こすのか、あるいは、ワクチンとか抗ウイルス薬の効果を評価するための動物モデルが必要なんですけれども、その動物モデルにどういう動物がいいのかということを調べました。その結果、ハムスターというモデル、動物ですね、人と同じような肺炎の症状を示すことが分かりました。また、このハムスターのモデルを使って、ワクチンの実験、あるいは治療薬の実験ができるということを示すために、まず、このウイルスに感染して回復したハムスターの血清が、このウイルスに対して感染を防ぐのかどうかということを調べました。その結果、このウイルスに感染して回復したハムスターの血清を、投与した感染ハムスターではウイルスの量が減っているということが分かりました。今、この新型コロナウイルス、一旦下火になった後、また、ある意味予想通り、東京などでは、このウイルスに感染した人の数が増えてきています。で、このウイルスに季節性があるかどうかということはまだ誰にもわからないんですけれども、呼吸器疾患を起こすウイルスはほとんど季節性があります。つまり、冬によく流行するということです。で、このウイルスに季節性があるかどうかがわからないと、ないかもしれないって言ってる方の根拠は、暖かいところでもウイルスが流行してるからということなんですけれども、インフルエンザウイルスというのは、季節性が明らかにあるウイルスですけれども、それでも暖かいところですね、熱帯でウイルスは流行します。なので、暑いところでウイルスが流行するからといって、季節性がないという根拠にはならないんですね。一番恐れるのは、この冬、ひょっとすると、今までに経験してこなかったような程度のウイルスが流行するかもしれないという懸念があります。ですので、巷では、ウィズコロナとかポストコロナと言われてますが、実はまだそういうことを言えるような段階じゃないのかもしれません。ですので、これからも、今まで言われているような、密な環境を作らないということを心がけて、この冬、生活するようにしていただきたいと思います。経験から、感じていることっていうのは、日本に、閉じ込まら、こう、日本だけにいるっていうのじゃなくて、世界を見てほしいなっていうのはあります。で、よく日本から発信するとかっていうことをよく我々の分野とか世界では日本にいるとよく言うんですけれども、日本から発信するっていうような、コンセプトというか考え方は持たない方がいいです。つまり、我々は、日本人ではあるけれども、日本に、閉じ込められてるわけではなく、自分の立ち位置は地球なんだということを考えてほしいと思うんですね。で、なぜそういう考え方が重要かというと、盆栽と一緒なんです。で、盆栽っていうのは、根っこが入ってるところっていうのは、こうちっちゃな植木鉢なんですけども、そうじゃなくて、立って根を張るところは地球であるべきで、そうすれば、栄養をこうどんどん吸ってどんどん大きくなる。つまり、盆栽っていうのは、限られた環境でしか栄養を吸えないので、全然大きくならないようになってるわけですよ。でも、同じ木を、地面に植えると、どん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 大きくなる。なので、皆さんは、世界に向けて、飛び出していって、今、
この新型コロナウイルスの流行で海外に行くこともままならないんですけれども、このウイルスいずれ、コントロールできるようになるの、それができた暁には、皆さん海外に行っていろんな経験をして、その自分をどんどん大きくして、で日本から発信するっていうような、ケチな考え方ではなくて、自分が、世界に向かって何どういう貢献ができるのかということを考えて、やっていっていただければと思います。以上です。